はいどうもサブチャン TV です。こんにちは、大志と申します。本日はピックアップ鎌ヶ谷でございますね。まあ本日はっていうか、でもいつも2軍の話してるんですけれども、本日はね、1軍昇格が決まりましたよという2選手について取り上げていきたいと思います。まあファームのね試合はあるんですけれども、まあ今日はこういう形でいいかなというふうに思いましてお話をしますと。で、1軍に上がることが決定した選手2選手ね、清宮選手とロドリゲス選手でございます。で、逆にファームに落ちたのがヤーマンですね、山本選手と、あとはスティーブンソンも2軍調整すると言っていたので、多分公示出てないと思うんですけど明日落ちるのかな。スティービーも調整となります。まあヤーマンについてはね、あの状態悪くは見えないので上がってくるんじゃないかなというふうには思うんですけれども、まあ一回ね2軍に落ちて、まあ、きちりともう一回調整をして1軍で結果残してほしいなと思います。今年の山本選手はね、文句なしで結果残すと思うので、自分の打たれてしまってるリズムっていうのをね、一回ここでリセットして再スタートという形にしてほしいですね。スティービーはもう一回2軍でがっつり打席立って、もう自分の力を出し切って、もうボカンと数字残して、それで1軍でもう一回暴れてほしいなというふうに思いますね。両選手ともポテンシャルはあるけれども、ちょっとスタートに失敗したという形だと思うので、2軍でもう一回挑戦し直しと。で、1軍で上がってね、リスタートという形になればいいかなというふうに思っています。で、ようやく1軍昇格2選手ね、この2選手。まずは清宮幸太郎選手。まあ、キャンプ前に怪我してしまって、しんどかったんですけれども、ようやく2軍でもね、長打が出始めて、OPS も 1.762 と、清宮選手にしてはね、2軍の数字としては悪いかなと思うんですけど、まあ、最近長打出始めてるし、もうあとは1軍で打ちながら調整してくださいという形かなと思います。もう清宮選手だったらね、1軍だろうが2軍だろうが、もう数字は変わらないと言いますか、調子良ければ打つんでね、ってな感じで1軍で使っていくようになるようです。ただですね、ポジションどうするか問題がありまして、というのも清宮選手ね、メインポジションはファーストサードなんですけれども、ファーストには今調子が上がってきたアリエル・マルティネスがいて、サードには絶賛アピール中郡司裕也選手がいますね。双方ともとても大切な選手なのでベンチに下げるというのは難しいと。で、今レイエス選手もね、順調に状態が上がっていて、あと数試合で火を吹き始めるんじゃないかというふうに思われるので、まあそういう意味では清宮選手使う場所ないよねというふうに思うんですよ。そんな中で監督がね、言っていたのが、レフトかなと。今、スティービーがね、争いに負けて、まあ水谷選手とか、あるいは磯畑選手とかが争っているレフト。ここに、郡司選手を入れる。で、清宮サード、あるいは清宮選手がレフトを守る、まあ、いずれかの選択肢かなというふうにも言っていました。まあ、正直これはね、オプションとしてはもう全然考えうる範囲といいますか、当然ね、考えられる選択肢かなというふうに思います。清宮選手は肩も強いので自分レフトもできるでしょうと。で、2軍でレフトやっとけよって意見もまあわかるんですけど、まあただね、これは清宮レフトで今後使っていくよというわけではなくて、あの今のスタメン陣を考えたときに、清宮の状態見ながらプライオリティが高い選手をより打てるような形で使っていくと。で、さらに言うと、郡司選手のサード守備、レフト守備の守備力、清宮選手のサード守備、レフト守備の守備力を見ながら入れ替えていくよと。で、郡司選手が状態落ちてきたら、それはね、清宮サードに入って水畑君がレフトとかなると思うので、まあ、このちょっといろんな場所で臨機応変にって形になってくると、まあ、なかなか清宮選手をね、レフトで2軍で使っておくっていうのも難しかったかなと思うので、まあ、現時点のオプションの一つとしてそういう案もあるよねっていう言い方だったのかなというふうに理解しています。まあとはいえ清宮セカンドというのもありましたので、本当にチームとしてはね、嬉しい悲鳴ではあるんですけど、ホットコーナーの選手が状態上がってきたというところで、清宮選手もね、2軍から1軍に上がって即スタメン、もうバリバリやってくださいというよりは、まずはスタメン争いだよと。もちろん覚醒期待30本やってほしいけれども、まずは現状の選手からポジションを奪ってねという形になるかなと思っています。とにもかくにも左の大砲、嬉しい補強でございますね。
どうなるかね。松郷2番を外す可能性があるかもと私個人は思っていまして、まあ、最初は清宮をね6番とか7番に入れるかもしれないし、まあ、5番かもしれないんだけど、調子上がってきたら1番郡司、2番清宮みたいな形にするとかなり怖くて、満中にもチャンスで回ってくるという形になるだろうし、松郷をねより楽な打順で好きに振らせてあげられるので、まあ、それはいいのかなというふうに思ったりしますね。皆さんはどう思いますか、打順の話。失礼しました。そしてもう一人上がっております、ブライアン・ロドリゲス選手でございますね。もう去年はセットアッパーで打たれまくってね、それでもなお立山さんセットアッパーで使い続けたというのがあって、まあ、7敗をねシーズン7敗を喫している投手でございます。さすがにこれで契約延長になったら困るでしょという中で契約延長になったので、結構ファンからのね当たりというか、まあ強かったんですよ。まあそれは首脳陣に対してもそうだし、正直ロッドに対しても結構厳しい意見が飛んでました。私がロッドかわいそうだなと思ってロッドを侍にして頑張れという動画を出したら、それに対してすっごいコメントついてて、いや、 やっぱり選手大変だなと、こういう誹謗中傷じゃないけど、誹謗中傷とまではいかないけど、やっぱ批判の声っていうのがねやっぱ束になると重いんで、別に私に来たコメントじゃないけど、いやそれを見てねやっぱしんどいなっていうふうに思ったし、ロッド頑張ってほしいなとなお思った次第です。でそんなロッドですが、かなり体をね作ってきまして、今シーズン現在6登板してます。リリーフで投げていますが、フォアボール1つも出していないと、で6回4安打5奪三振1デッドボールの無失点という形で、 WIP も 0.67 を記録しています。これなんかちょっと覚醒というか、あ、全然違うんじゃねっていうのを感じさせるピッチングなんじゃないかなと思ってます。去年の河野投手とか福田投手も2軍でかなり良くて、で1軍呼ばれて良かったって感じなんで、なんかロッドもこれは同じような数字を感じますね。はい。で映像をね全然見れてないんですけど、今年ねツーシームの割合が全然下がったんですよ。まあまだ6登板ですけど、それでも去年ねツーシームの割合が 87% ですから相当多かったんですよ。もうひたすらツーシーム放って、でツーシーム打たれて、なおもツーシーム放るっていう、田中正義投手のまっすぐぐらいね放ってたんで、まあ、ちょっと減らそうよと、さすがに被打率ね3割ぐらいだったんで多いよねって思ってたんですけど、今季は 57.3% とかなり減っています。まあ、もちろんツーシーム主体なんですけど、それだけじゃないよってピッチングですよね。でその代わりに上がったのがスライダーとカーブなんですけど、まずスライダーね、昨シーズン 5% のところが今季 9%、まあ、少し上がってますね。20球に1球が10球に1球ぐらい、まあ、ただ去年投げてたスライダーかなりね、スイング率高かったので、まあ、非常に、ね、早くもっとこれ投げないのかなというふうに思ってたんですけど、今投げてるらしいですね。でロドリゲスといえば、ね、カーブですよね。彼が師匠と呼ばれてるゆえんが、いろんな人にナックルカーブを教えるからっていうのがあって、まあ、それでいろんなピッチャーが覚醒というかね、ナックルカーブ投げ出したんですけど、そのカーブを去年は 1% だったんですよ。もう全然ナックルカーブ使わなかったんですよね。わけわかんないんですけど。ただ今年 14.6% と一気に増えています。日本に来たばっかの頃は 20% とか放ってたんですよ。5球に1球はナックルカーブっていうピッチャーだったんですけど、去年はマジで狂ったようにツーシーム投げてたんですよね。まあ、今年はかなりだから変化球も多めなピッチングになっているようですし、それが制球できているのか、ストライク率もかなりいいです。82球中ストライク60球のボール22球かな、さっきデータ見てちょっと数字がうやむやっとしてるんですけど、大体そんな感じだった。メモしときゃよかったんだけどごめんね。なんで、まあ、かなりこうストレスフリーでというか、彼のポテンシャルを存分に中継ぎとして発揮している状況なのかなというふうに思っています。まあ、ただ懸念材料というか、一応数字としてはツーシームの球速が去年より平均3キロくらい落ちてるらしいです。147になってるので、そういう意味では150超えるツーシームでバンバンみたいなタイプではなくなってる、まあ、そのコントロール重視で
低めに集めて変化球も交えて打ち取っていくっていうスタイルになっているようですね。それがいい方向に転がってるといいなというふうに思ってます。いやでもまあファイターズ今ねリリーバージョン結構しんどい感じですし、やっぱ生田目選手がすごい頑張ってビハインドを支えてくれてるので、ここに入っていってまずは1イニングビシッと抑えてもらえるとこう負担も減っていくと思うし、まあ見たいかどうかは別として接戦でも使ってもらえると思うので、そういう意味ではロッドの今シーズンの立ち位置ってすごい重要だなというふうに思いますね。マーフィーがあれだしザバラも安定しないしということを考えると、助っ人の中でね唯一今のところ頼れるというか活躍してほしいくれるかもという選手なので、まあ、今年7年目となりますロドリゲス一軍で活躍してほしいなという次第でございます。さて、まあ、皆さんのねこの清宮選手ロドリゲス選手に期待する役割とか数字っていうのをぜひともコメント欄で教えてください。今後もファイターズ特に鎌ヶ谷について語ってまいりますので、ぜひともチャンネル登録をお願いします。ではまた。